あの武将の初陣、立花宗茂と藤堂高虎。歴史の細道、案内人の沙織です。今回はあの武将の初陣、立花宗茂と藤堂高虎について紹介していこうと思います。鬼と謳われた歴戦の猛者も、華麗な式ぶりを褒めたたえられた者も、初々しい初めての初陣だったわけです。デビュー戦から名を轟かせた者、苦い失敗を味わった者、それぞれの初陣の戦いぶりを見ていきましょう。立花宗茂の場合、立花宗茂は永禄10年1567年8月豊後の国国東郡大分県豊後高田市で大友氏の重臣高橋常雲を父として生まれます。これ伊達政宗や真田幸村と同年配なんですね。幼名は千熊丸、長じて高橋宗虎と名乗ります。養父立花道雪、実父高橋常雲はともに傾いていく主家大友氏を他の武将が次々に裏切る中、最後まで踏みとどまり忠義を全うして死んでいきました。この両父の気概を受け継いだ宗茂、天下人豊臣秀吉をして、東に本多忠勝あり、西に立花宗茂ありと言わしめます。武勇の片鱗は幼い頃より、幼い頃から武を好み身軽に立ち回り、同年配の少年では喧嘩相手にもなりませんでした。長ずるにつれ才智にもたけ、かといって思い上がらず己を知る若者に成長します。宗茂が10歳の時でした。父常雲の家臣に重罪を犯した者が出て、これを萩尾という者に成敗させます。萩尾は罪人の背後から襲いかかり、太刀で切りつけ成敗しますが、見ている者は口々に、後ろから切りかかるとは卑怯な振る舞い、それでは手柄とは申せぬと言い立てます。しかし宗茂は、そうではない、確実に仕留める方法があるならばそれを用いるべき、木をてらった策を用いて子孫じるのは愚かなこと、我は長じてもそのような方策は使わぬと言ったので、大人たちは皆感じ入ったそうです。12歳の時に鷹狩りの練習でもしていたのでしょうか、鷹を手にして野山で遊んでいました。突然飛び出した一匹の獰猛な犬が牙をむき出し、宗茂めがけて襲いかかります。宗茂少しも慌てず太刀を抜いて飛び上がりざまに犬を峰打ちに倒します。父の常雲が、危ないところであったのになぜ切らなかったのかと尋ねると、我が太刀は敵を切るもの、畜生の血などで汚せませぬと答え、父親を大いに感激させました。いざ初陣、立花家への婿入り。そんな宗茂も13歳となり、常雲もそろそろ初陣をと考え始めます。まずは本人に心構えを確かめようと問いかけると、出陣はいたしたく思います、されど我が体は未だ強健とは申せませぬ、今敵と戦えば不甲斐ない最後を遂げるでしょう、どうぞ一両年待ってもらいとう存じますとの返事です。喜び勇んで同行を願うと思っていたのに、思慮深い返答に常雲はまた感じ入りました。これは珍しいパターンですね。他の決起に流行る少年たちは親兄弟に止められても内緒でついていくケースが多いのですが、そして宗茂15歳となった天正9年1581年、宗茂は初陣ながら父常雲から一軍を預かり出陣します。秋月氏、筑紫氏らとの第二次太宰府石坂の戦いと呼ばれる戦ですが、見事敵将堀江備前を討ち取り手柄を挙げました。これを見ていた友軍の大友家の重臣立花道雪は、宗茂の奮戦ぶりに跡継ぎのいなかった我が家をぜひ宗茂に継いでほしいと思い立ち、養子子にと
常雲に頼み込みます。そうは言われても、宗茂は高橋家にとっても嫡男。最初は断っていた常雲ですが、幾度もの道雪の懇願に断りきれず承知します。実は道雪は常雲より30歳以上も年上で、日頃から常雲は道雪を父のようにしたい、戦の方法なども道雪の戦いぶりを見て学んでいました。その人物に何度も頼まれては断りきれなかったのでしょう。宗茂は道雪の娘、銀千代と結婚し、橘家の家督を譲られました。藤堂高虎の場合、七度主君を変えてこそ誠の武士。こう抜け抜けとというか、堂々と言ってのけた藤堂高虎。言葉通り8人の主君に仕えています。彼は築城の名手としても知られており、生涯に今治城、津城、伊賀上野城、二条城などいくつもの城武神を手掛けています。特に高く積み上げた美しい石垣に定評があり、熊本城に見られるように石垣の反り加減に技を見せた。こちらも築城の名手とされる加藤清正とは好一対です。人それぞれこだわりがあるのですね。そんな高虎の初陣の様子はどんなだったでしょう。大男高虎。弘治2年1556年、高虎は近江の国犬神郡藤堂村、滋賀県犬神郡高良町に生まれます。先祖はこの地の少領主でしたが、高虎が生まれた頃には家は没落しており、百姓の暮らしでした。幼名を与吉と言いますが、与吉っさんって名前までお百姓らしいですね。しかしこの与吉、ただものではありませんでした。8、9歳にしてすでに顔も体も大人並み、最後には1.9メートル近い大男に成長しました。その頃の男子の平均身長は160センチもありませんから、まさに見上げるような大男です。初陣は抜け駆け。与吉が13歳の時でした。北近江で一揆が起き、父親藤堂虎高や長兄高典は鎮圧に向かう浅井長政のもとに馳せ参じ戦おうとしました。与吉も同行を願い出ますが、体は大きいとはいえまだ13歳、早すぎるとして虎高は許しません。諦めない与吉、母に願って受け取った父のもう一本の刀と手製の竹槍を持って父や兄の後を追います。道中何やら不穏な気配を感じた与吉は道端に身を隠して様子を伺いました。果たしてそこへ現れた一人の一騎手、与吉に気づかず走り去ろうとしますが、すかさず物陰から踊り出た与吉、大きな体に物を言わせて打ち取ってしまいます。これを知った父の虎高は自分の見込み違いを恥じて高虎の名を与えます。事実上、これが高虎の初陣であり、見事な働きであると、主君浅井長政から、備前兼光の太刀と黄金一枚をいただきました。その一騎手、密命でも伝える役目だったのでしょうか。では、正式な初陣はというと、元亀元年、1570年6月の姉川の戦いで、浅井の足軽として戦ったのが正式なものです。高虎15歳で織田信長の軍を相手に戦い、敵の首級を上げ、長政から感情をもらっています。ここから始まった高虎の苦労。しかし、高虎の苦労はここから始まりました。結局、浅井家は信長に滅ぼされ、高虎は次に浅井家の旧臣、厚地貞行に仕えます。しかしそこは3ヶ月も持たずに去り、次は同じ浅井家の旧臣、磯野一政に仕えます。ところが天正4年、1576年、一政は織田信長により追放されてしまったので、高虎は近江の国も去り、信長の甥、津田信澄の家臣となりました。
信澄の丹波攻めに従軍しますが、武功を立てたのに家蔵80石と低評価され、腹を立てて出奔してしまいます。信澄の元でも長続きしなかった高虎、次は秀吉の弟秀長に仕えます。秀長時代は順調に仕えることができましたが、天正19年1591年、今度は秀長の方が亡くなってしまいました。次はそのまま横滑りというか、秀長の養子秀康に仕え、天正20年1592年に始まった文禄の役では秀康の代理として出征渡海までしています。最後にたどり着いた徳川重臣の地位。ところが何という悲運でしょう。今度は高虎よりずっと年下の秀康が文禄4年1595年に17歳の若さで急死したのです。この死因については秀吉の関与も噂されますが、がっくり来たのは高虎、やっと落ち着けたと思ったのに。自身の主人運のなさに悲観して高野山へ登って頭を丸めてしまいました。しかし高虎のような人材は秀吉が放っておかず、呼び戻して還俗、伊予の国板島宇和島市で7万石の大名に収まります。やっとビッグネームの主人にたどり着いた高虎、秀吉亡き後は徳川家康に仕え、徳川家の重臣となりました。亡くなった時はボロボロだった高虎、寛永7年1630年10月5日高虎は江戸の東道藩邸で畳の上で亡くなります。享年75歳。納棺の時の記録が残っているのですが、全身に残された傷は高虎の苦闘の生涯を物語るものです。体には数箇所の玉傷が残り、槍傷に至っては数えきれぬほど。右手の薬指と小指は途中からちぎれてなくなり、左手の中指も先端が失われています。左足の親指の爪も剥がれ、おまけに7、8年前から患っていた眼病のため、亡くなる時には目も完全に見えなくなっていました。この時代を生きた武将なら皆傷跡ぐらいは持っていたでしょうが、高虎の場合は遺体を清めた近所が驚くほどだったそうです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。